アマリリスのユ水ズ,ズイは、皮脂植物の花を構成する要素の一つ。一般的には、おしべと言われ、花粉を入れる袋状の薬と薬を支える棒状の、花糸という部分で構成される。ただし、花糸に当たる部分がないものや、糸状でなく、葉状になっているものもある。さらに、八重咲きなどの花では、ユーズイが花弁状に変化している。湯水は、薬より花粉を出して、 死髄の先に受粉させる役割を持っている。皮脂植物の薬は普通二つの反薬からなり、反薬はさらに二つの薬室という袋からなる。薬室の中には多数の花粉母細胞が減数分裂をした四個の花粉が入っている。薬室の花粉の出口は縦に裂けるもの、横に裂けるもの、穴が開いているものなど植物により形状が異なる。湧髄は シだ植物の消耗仕様に相当である。ラッシュ植物では、薬や花糸という構造はなく、花粉納のついた臨片状のものが多く、おしべでなく、消耗仕様ということが多い。植物形態学、登る原、城原、朝倉書店。 ISBN4-254170866 億力6億7373万 5219https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ673735219ありがとうございます